はい、今回はですね、たった5分で4600円をゲットする A8 ネットの案件をやりましたよという報告でございます。非常に簡単でございました。 A8 ネットのサイトを開いて、でセルフバック行って三井と漢字で打って、リボとカタカナで打って検索するとですね、まあ1件だけ出てくるんですよ。でそこが三井住友カードの、リボ払い、審査を通してくださいってやつ。リボ払いの審査に通った方は4600円もらえて、今後リボの設定ができるということでございます。もう私がね、リボでお金を借りることはまあないと思いますけども、設定をするだけで4600円もらえるんだったらまあいいかなと思いまして、今申し込んでみたところ、4600円をいただくという流れになりました。でですね、ついでになんですけども、あのペイペイ銀行ってあるじゃないですか。ペイペイ銀行をお持ちの方は同じ A8 ネットで検索していただいて、ペイペイ銀行でのキャッシング設定をするとですね、これまた審査通過すると今度はこれ1万円入るってことになりますね。で合計して14,600円、時間にして10分前後です。いや、10分前後で1万円もらえるものだったらどうですかね。もちろん継続案件ではないんで1回きりですけども、こういうふうなね、1回きりの案件でも巷に溢れてるんですよ。で私はこのセルフバック A8 ネットとのお付き合いが始まってもうね8年になるんですけども、このサイトを開かないことがないですね。つまり A8 ネットのアクセスは私によってもうね、数年間、そしてこれからの数十年間確実に担保されてるってことになります。まあ、ですので A8 ネットに何かね、商品案内とか集客案内とかがあったら私は必ず見るってことなんですよ。で資金的に余裕があるわけですから売れやすいっていう流れもねできてますよね。もともと A8 ネットにお付き合い始めた時は私お金が全然なくって、 A8 ネットでも申し込める案件が非常に限られてたんですよね。それこそウォーターサーバーとかをガスガスやったりとかね、保険の面談当時あったんでこれをガスガスやりました。FX の口座開設も残り限らず全部やりましたね。そういうふうにして進んでいったわけですけども、結局ね、例えばあの FX の口座開設なんて私は何件もやりましたけども、ちょっとね億劫だなとかね、怖がっていてやらない方もいるんですよ。でその方に、いや大丈夫ですよと、ほら私の口座開設の動画を見てくださいと、こういうふうにすんなりいくんですよと。しかも審査もカードとか銀行系に比べたら随分緩いですよと。だからおそらく FX の口座開設をして、まずそこから入金をするとか取引をするみたいなハードル3段階ぐらいあるんですけども、一番最初の口座開設をするっていうやつだけでも申し込んだらいかがでしょうかって方でね、当時申し込んだりとか申し込みのこうサポートをね、アシスタントをしたりとかしましたね。そのために例えば1時間時間を取って、A8 ネットセルフバックで FX でねセルフバックを成功させるためのセミナーみたいなのをやって、セミナーの参加費、まあ、ちょっといただいたり、それから速稼塾塾生さんはゼロにしたりとかして、入場料ゼロにしたりとかしてね、で結局速稼塾の塾生さんは募っていくみたいな流れができたわけなんですよ。で FX の口座開設っていうのは1個できればそれこそ10社ぐらいありますからね、すぐに2、30万っていうのが作れるわけなんですよ。もちろん報酬に上下がありますんで、最近はね DMMFX ぐらいじゃないと2万円前後っていうのはないと思いますけど、当時はねやっぱゴロゴロしてたわけですよ。でしかもこれが A8 ネットだけではなくて、他のASP にも山ほどありましたんでね、それこそ大きい口座開設から小さい会社の口座開設までのべつ幕なしになっているとずっとキリがないわけですよ。それこそ新しい証券会社ができちゃう系できちゃう系なんで、それを一つずつ消していくことによってですね、まあ、確実なる定期収入、こう継続収入が成り得たのかなっていうところでございます。まだまだお話したいこといっぱいあるんですけども、とりあえず今日はね、その数ある案件の中であれこれそれこれできないんで、まあ1日1万とか2万を目標にやればいいのかなと私は思ってるんで、ね、利益でね月に10万円引っこ抜けたらもういいじゃないですか、うん、年間で120万ですよ。で3年間で300万以上私は作りましたんでね、 A8 ネット始めた時にお金が全然なかったから、お金が全然ないってことはお金の問題解決しないといけないんで、お金になることは全部やったってことなんですよ。もちろん A8 ネットという限られた環境でですよ。 A8 ネットの外では A8 ネットセミナーとかぐらいしか私はやることがなかったんで、まあ言ってみれば全部 A8 ネットで私の2013年はできていたって感じですかね。で誰よりも A8 ネットをやったんで、例えば A8 ネットをちょろっとやった人がサポートをお願いしますって言ってもサポートできましたしね、うん、おいいじゃないですか。不動産投資のセカンドオピニオン無料面談、面談完了で4万円ゲットってありますよ。これすごくないですか。あの不動産の要するにセールス、あの中古マンションの都心の中古マンションの営業を受けるんですよ。でそうすると買おうが買うまいが4万円ゲット、これも今モッピーでありますよ。やった方がいいですよ。だからね、私の情報発信っていうのはこれがお金になります、あれがお金になります、それもお金になりますっていうものばかりです。その中で
自分のできそうなやつをやっていただければ10万20万っていうのは今でも作れます。それをね、しっかりと打ち込みながら吉谷さんへねバトンタッチします。億万長者合宿、次をどうぞ。